最北の不登校といわれるハンメルフェスト不登校とは地理学、地政学の用語。陶器においても海面等が凍らない港、または砕氷船を必要としない港のこと。高緯度にある港湾は厳陶器にしばしば凍結するが、ノルウェーのフィヨルド地域に見られる諸港やロシアのムルマンスク、ポリルヌイのように高緯度であっても暖流の影響で不登校となる場合がある。 不登校は、軍事的、経済的な価値が大きい。熱帯、乾燥帯、温帯に属する諸地域の港湾は、通常、陶器であっても凍結しないのが普通であり、したがって、不登校が話題になるのはもっぱら局に近い、高緯度地方においてである。そうした中にあって、世界最北の不登校と称されるのが、ノルウェー北部のハンメルフェストである。ハンメルフェスト港は、 北緯70度39分に立地するものの、暖流の影響で1月でも水温が氷点下にならない。北緯68度25分に立地する、ノルウェー西岸のナルビクもまた同じ理由で、不登校となっており、スウェーデン北部のキルナとイエリバーレで産出される、鉄鉱石は、下記はスウェーデン国内の港を積み出し港として使用するものの、冬季はナルビク港を用いる。同様に、 アイスランド南部もまた、北、大西洋海流の影響を受けて、高緯度ながら温帯気候に属し、冬季も凍らない漁港が営まれる。沖合は潮目にあたる、工業場となっており、水産業が盛んである。ビ夜クヤのバルディーズ港北海道網走り沖の、流氷日本海流、北、太平洋海流の抜流である暖流の、アラスカ海流もまた、アメリカ合衆国アラスカ州の南岸を流れ、 沿岸のバルディーズやアラスカ最古の町市とかは不登校を有する。それに対し北極海に望むプルドーベイには油田があり、アラスカ北岸のプルドーベイ港が1年のうち約9ヶ月も凍結して使用できないため南岸のバルディーズを石油の積み出し港としている。領地間には800マイルに及ぶトランスアラスカパイプラインが付設され石油輸送がなされている。ロシアにあっては 北極海に望むムルマンスク、太平洋に望むペトロパブロフスクカムチャツキ、日本海を望むナホとかが不登校となっており、全2社は、やはり高緯度にあって、それぞれ海流の影響を受けている。ウクライナのオデッサ、中国の大連、日本の釧路も重要な不登校である。日本にあっては、釧路含めほとんどの港湾が不登校であるが、北海道地方のホーツク海沿岸では、 現冬期に流氷が見られる。これは世界的には最も低緯度で確認できる流氷となっている。ロシアの歴史及び南下政策も参照不登校はロシア史に関連して言及されることの多い用語である。18世紀以降海洋進出に乗り出したロシアは広大な面積を有するものの国土の大部分が高緯度に位置し、国海、日本海沿岸やムルマンスク地区、 カリーニングラード等を除き、当期には多くの公案が決票する。そのため、政治経済上ないし軍事戦略上、不登校の獲得が国家的な祝願の一つとなっており、歴史的には幾度となく南下政策を推進してきた。ロシアの北に寄った国土は、冬が長く寒冷、多節などといった現象をもたらし、一部を除けば農業生産は必ずしも高くない。 ここでは高い密度の人口を支えることが困難であり、人々はより良い環境を求めて未開発の周辺地域に移ろうと努める。中でもより温暖な南方の土地を求める願望には根深いものがある。一方、ロシア人は外して政治的権力による統制を極度に嫌うアナーキーな傾向を持ち、このようなロシア人気質はこうした。 傍聴主義を助長していると言われる。人々は国家からの介入を嫌い、偏境へ、権力の外側へと向かおうとするのであるが、権力の側も、むしろこれを利用して、人々が苦労して入植して開墾した土地に後から追いつき、その政治力、軍事力を用いて労せず入手するということが、繰り返されてきた。これは、 第三者から見れば、官民一体の南進運動であるかのように映るので、あり、それゆえ周囲に強い警戒感を招いたのである。ピョートル一世も、参照18世紀のボロネジロマノ不調初期の、ロシアにおける主要校は、年間数ヶ月は氷に閉ざされる、八海沿岸のアルハンゲリスクのみあり、国海沿岸は、オスマン帝国、バルト海への出口はスウェーデンによって支配されていた。 17世紀紅葉から18世紀前用にかけて、ロシアの君主であった、ピョートル一世は、1695年、国会への出口を求めて、ドン・カハンのアゾフに遠征し、ピョートル自身も一方兵家士官として従軍したが、要塞の包囲は、オスマン海軍の活動によって妨げられて失敗した。ピョートルは、海軍創設に乗り出し、ドン・カハンボロネジに造船所を建設して、 わずか5ヶ月で、ガレー船と閉塞船27隻、平底川船約船300隻からなる艦隊を作らせた。これが、ロシア海軍の始まりである。1696年に再度アゾフ遠征を行い、ピョートル自らがガレー船に乗船して戦い、その指揮による水陸共同作戦が功を奏して、アゾフが陥落、ロシアは海への出口を手に入れた。しかし、 進出地はまだ国会に接続する内海のアゾフ海にとどまっていた。ピョートルはまた、スウェーデンに対しては、北方戦争において、公的シカール12世を相手に優勢に戦いを進め、ニスタット条約によって、カレリアの大部分、エストニア、リボニア、イングリアなど、バルト海沿岸の地を獲得し、北方の強国として、本格的に海洋に乗り出した。ロシアツアーリ国は、 ロシア帝国に解消、ピョートル自身も、ロシア皇帝を名乗り、バルト海に望むイングリアのサンクトペテルブルクに浸透、気づいた。1722年にペテルブルク港に入港した、外国船は早くもアルハンゲリスクを上回った。エストニアのタリニア、リボニアの港湾都市リガもロシア帝国領となった。ただし、戦術のアゾフ要塞は、 北方戦争最中の1711年に、プルート川の戦いで、オスマン軍に包囲され、海外湖への交渉の際に、オスマン川に返還した。ピョートルによって、ロシア艦大発の基地が置かれた、アゾフ海沿岸のタガンログも、また破壊され、放棄された。ペトロパブルフスクカムチャツキー港の中心部ピョートルは、さらに、1702年、シベリアコサックの頭目、 ウラジーミルはトラソフに命じてカムチャツカ半島を征服し、その後、デンマーク出身のビトゥスベーリングに北東探検を命じた。ベーリングは1725年から1730年まで、また1733年から1741年までの2度に渡り、カムチャツカ半島をはじめオホーツク海やアラスカ地域を探検し、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸が 陸続きではないことを確認、さらにアリューシャン列島を発見した。カムチャッカ半島に所在する不登校ペトロパブロフスク、カムチャツキーの地名はベーリングの第二次北東探検隊の2隻の探査船、セイシトペトロ号及びセイシトパウロ号にちなむ。アバチャワン作用部に立地する道光は天然の良好ではあるが、鉄道を含めロシアにおける他の諸地域とは陸上における、 連絡手段に欠けており、海上輸送に加え、現代では航空輸送に依存するところが極めて大きい。エカチェリーナ2世も参照国会に臨む、セバストポリオデッサ公園系、啓蒙先生君主として知られる女帝エカチェリーナ2世も、また盛んに領土を拡張した。3度にわたるポーランド分割のほか、2度のロト戦争、第2次を通じて国会沿岸に進出した。 1768年から1774年まで続いた第一次ロト戦争ではオスマン帝国軍を相手に戦いを有利に進め1774年7月トルコとの間に旧竹海なる字条約を結んで国会沿岸地方への進出を果たしたこの条約によりロシアはピョートル一世が失ったアゾフやタガンログオーダカイ、クリミア半国に対する オスマン帝国の創始権は否定され、ロシアは逆にボスポラス海峡の自由航行権を得た。ロシアは、この後、ウクライナに近接する国会北岸地方の開拓を急速に進めていったが、その中心となった人物が女帝、エカチェリーナの長身で、女帝とは愛人関係にあったグリゴリー・ポチョムキンである。エカチェリーナ2世は1775年に、 ポチョムキンをノボロシアと名付けた国会沿岸の県の県知事に任命し、同年4月、ロシアはトルコ側が条約に違反したとして、これを口実にクリミア半島の領有を進めた。翌1776年、ポチョムキンは国会艦隊を編成し、クリミア半島の先端に防衛拠点として、また将来的な対外進出の基地として、 セバストポリの軍港建設に着手した。エカチェリーナ2世は、1782年に、オーストリアのヨーゼフ2世との間に、バルカン半島分割の秘密協定を結び、1783年、クリミア半国独立の名において、クリミア併合を宣言した。長年続国としてきたクリミアがロシアに統治される、ことを屈辱とする意見が強まった、オスマン側はこれを認めず、 1787年4月、ロシアに対して、戦線布告、ロト両国は、その後4年にわたって、再び戦火を交えた。この第二次ロト戦争では、名称アレクサンドルスボーロフの指揮のもと、陸戦、海戦いずれにおいても、終始、ロシア側が優位に立ったが、フランス革命の影響やロシア軍の疲弊、プロイセンのポーランド介入、オーストリアの戦争離脱などによって、 講和に傾いた。1791年、フランスイギリス両国の干渉もあって、モルダビアのヤッシーにおいて、講和会議が開かれた。これにより、クリミアのロシアへの併合が正式に承認され、エディサン地方のロシアへの割譲が決まり、ヨーロッパにおけるロシアトルコ両国の協会は、従来より西のドニエストル側に移った。ロシアは、こうして、 国会北部沿岸全体の領有を果たし、トルコは国会の政界系を完全に失った。国会沿岸には1794年に貿易都市オデッサが建設されたのをはじめ、ヘルソンやニコラーイフなどの港湾都市が次々に建設された。クリミア半島ではセバストポリに軍港、要塞が築かれ、ヤルタはロシア屈指の高級保養地となった。 アラスカのコディアック極東、北米では、英国海軍の軍人ジョセフ・ビリングスと、ロシア海軍のガブリール・サリチェフを派遣して、北極海航路の開拓に努め、オホーツク海沿岸にも進出して、東部シベリア・アラスカ・アリューシャン列島の詳細な海図を作成させた。1784年には、グリゴリー・シェリーホフの率いる探検隊がアラスカのコディアック島を訪れ、 スリーセインツワゲン,ンガンに最初の入植地を建設し、1790年、探検家アレクサンドル・ワラノフがコディアック島北東にロシア人居住地を建設し、最初のアラスカ植民がなされた。漂流者としてロシアへの滞留を余儀なくされた大黒屋高太夫を越見し、彼を伴う形で1792年にロシア陸軍軍人のアダム・ラクスマンをネムロに、 派遣したのも女帝であった。1799年、オホーツクを拠点として、ロベイ会社が活動を始めた。これは、ロシア皇帝パーベル一世が、極東及び北たアメリカでの植民地経営と毛川交易を目的として官僚外交官であったニコライレザノフに直去を与えたものであり、アラスカの統治も、ロベイ会社に委ねられた。パーベル一世は、 自身を疎んだ母エカチェリーナ一世を恨み、対外的には、親プロイセン的な、国内では、母とは、正反対の政策を実施したが、その子のアレクサンドル一世は、エカチェリーナ自慢の孫であり、ナポレオン戦争の時代を乗り切った。1808年から翌年にかけての第二次、ロシアスウェーデン戦争ではスウェーデンに勝利して、約600年スウェーデン支配下にあったフィンランドを、獲得。 そこには、ロシアの保護国としてフィンランド対抗国を成立させ、実地を認めた。フィンランド対抗国は、第一次大戦まで続き、ロシアはヘルシンキはじめフィンランドの諸都市を支配した。グレートゲーム、東方問題、クリミア戦争、及び、ニコライ一世も参照国会に臨む、ノボロシースク19世紀前半から、オスマン帝国内の諸民族が、 自立化の動きを強めると、ロシアをはじめとするヨーロッパ諸国はこれに介入して、バルカン半島一帯やエジプトなどの地域に勢力を伸ばそうとして競合するようになった。これを西欧諸国から見て東方に関わる諸問題であったため、東方問題という。東方問題は、ドイツ・オーストリアのハン・ゲルマン主義とロシアのハンスラブ主義の対立。 エジプトとオスマン帝国の紛争及びそれに関わる、英仏の中近東政策の対立、イギリスのシー政策とドイツのンバイト政策の対立、そして、ロシアの南下政策とイギリスの帝国主義政策の対立などが絡み合って複雑な様相を呈した。この中で、ロシアは、ギリシア独立戦争や二度のエジプトトルコ戦争などの機会を捉え、オスマン帝国に圧力を加え、 不登校と地中海への出口を求めた。これは、国会から小アジア、シリアにかけての地域が古来ヨーロッパとアジアの結節点に当たっていたこととも大きく関わっている。サンクトペテルブルクからスモレンスク経由、モスクワからはハリコフ経由で、ウクライナに達するが、この先に足場を築けば、メソポタミア、インド、南ヨーロッパ、北。 アフリカなど古来気候温暖で生産力の高い諸地域に進出するのが容易になる。それに対し、第二次大英帝国の中心がインドにあることは、注目の一致するところであり、インドとイギリス本国を結ぶジブラルタル、ケープタウン、スエズ、アデンの各要衝はいずれもイギリスの抑えるところであった。グレートゲームが主としてこの地を巡って繰り広げられたのには、 このような背景がある。ギリシア独立戦争の講和条約である1829年のアドリアノープル条約では、ギリシアの自治、モルダビアワラキアセルビアの自治、ロシア船舶のボスフォラス海峡、ダーダネルス海峡の自由通行が承認され、ドナウ川の川口部及びカフカース地方のうちの国会沿岸地域がロシアに活用された。ロシア南西端クラスのダール地方に所在する。 ノボロシースクはこの時にロシア領となった不登校で1838年にはロシア国会艦隊の基地が作られた。アブハジアのガグラも港湾を有しており保養地としても栄えた。クリミア戦争におけるセバストポリ後為戦ロシアはエジプトトルコ戦争ではオスマン帝国を従属させる意図でトルコ支援の側に立ち難化しようとした。しかしこうした ロシアの南進とオスマン帝国の急激な弱体化はアジアアフリカ地域に広大な領土と利権を抱えるイギリスやフランスの警戒を招いた。ロシア皇帝ニコライ一世はオスマン帝国がフランスと連携を強めたことに危機感を持ちオスマン領内のギリシア正教徒の保護を名目にトルコに軍を進め1853年クリミア戦争が始まった。この戦争は 当初はロシアが優勢であったものの、これがアフガニスタンやインドへのルートを危機にさらすことになる、イギリス、クーデターによる新皇帝ナポレオン三世の威信を高めたい、フランス帝国、イタリア統一戦争を視野に入れ、英仏の支持を得ておきたい、サルデーニャ王国はオスマン帝国を支援した。圧倒的な装備と技術を有する英仏両国を主力とする連合軍の猛攻撃により、 南高不落と称されたセバストポリ要塞が陥落、ロシアは敗北を喫した。1856年のパリ条約では国会沿岸の基地の撤去と非武装化が決められ、これはロシア南下政策にとっては大きな挫折の第一歩を意味していた。ロシアはまたバルカン半島におけるスラブ系諸民族のナショナリズムを支援し、1877年、 オスマン帝国に対しロト戦争を起こし、翌年、ロシア優勢のうちに結ばれたサンステファの条約によって、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアの各公国がオスマン帝国の支配より独立、さらにロシアの影響を強く受けた広大な自治領、大ブルガリア公国の成立が認められた。国会に望むグルジアの不登校バトミもロシア帝国領となった。これに対し、 トルコ保全策を採用するイギリスは地中海艦隊をコンスタンティノープルの前面に停泊させて強い反発の意思を示した。この事態にクリミア戦争の再現を懸念するオットーフォン・ビスマルクの仲介で1878年ベルリン会議が開かれイギリスとの決定的な対立を望まないロシアもこれに参加した。サンステファノ条約で手にした権利を放棄させられたものの ベッサラビア南部を獲得している。なお、1870年代のロシアでは、北極圏に港町を建設する計画がなされ、アレクサンドル3世時代には、増殖セルゲイビッテラが、不当港ムルマンまで長大な鉄道を敷設して、太陽艦隊の基地を建設し、従来のバルト海沿岸の軍港に変えるという構想を提案した。しかし、神帝ニコライ二世はこの案を却下し、 バルト海艦隊の新たな母港をフィンランド湾外のリバウに建設することとした。北京条約、シベリア鉄道、路町密約事件、日露戦争、及び義和団の乱も三省軍港として発展してきた。ウラジオストクロシアは北の海岸線のほとんどすべてが北極海に面しており、それ以外の対応への進出ルートとしては、バルト海、国海、日本海、オホーツク海、 ベイリング海にほぼ限定される。このうち、ペトロパブロフスクカムチャツキーを除くベイリング海と、オホーツク海沿岸の諸港はおおむね陶器に凍結し、また、陶器以外でも、しばしば暴風雨にさらされる。また、千島列島は凍結しないものの下記は、世界有数の農務地帯であることから、港湾利用については、必ずしも公的と言えない。そして、バルト海沿岸の諸港は、 ユトランド半島とスカンジナビア半島の間のカテガット海峡が国海沿岸についてはボスポラス海峡、ダーダネルス海峡の境愛部が敵対勢力による海上封鎖に対して脆弱であり、それゆえ特に帝国主義時代にあっては列強ひしめく西方の国海、バルト海以上に東方の日本海ルートが注目されたのである。ロシア帝国はまず年の 愛軍条約によってアムール川へ北のハバルフスク地方、1860年の北京条約によって、沿海州を獲得し、この日本海に望む地に、ウラジオストクやナホトカなどの港湾都市を建設して、東方に対する影響力を強めた。両港ともロシアにとっては念願の不登校であった。現代の旅人軍港ロシア発の再氷戦イエルマークそして、 モスクワやサンクトペテルブルクなどと宴会集とを結ぶべく、1891年にシベリア鉄道の建設を開始し、そのことによって宴会州地域の戦略性を高めた。19世紀後半以降のロシア軍艦津島、占領事件、1885年と1886年のメレンドルフや、 ベーバーらによる、路長秘密条約による、朝鮮国内不登校咀嚼の約束、日清戦争後の下関条約に対する三国干渉、1896年から翌年にかけての朝鮮における露館破戦、また、1900年の北進事変参戦の満州占領など、いずれも、軍港ウラジオストク、昇降な仏の保全とそれに連なる不登校獲得によって、 さらにその外援部に勢力を拡大していくための鋭意であった。ロシアは北進事変の後も北京議定書の取り決めを守らず、満州からは撤兵せず、逆に両党半島先端部を新国より咀嚼して、旅順港と旅順要塞を築いた。日本はこのようなロシア帝国の動きに対し危機感を強め、1902年にイギリスとの間に、 日英同盟を結んでこれに対抗、最終的には日露戦争によって決着を図った。旅順はこのようにロシア南下政策の最前線であったと同時に、シベリア鉄道及びそれに接続する統制鉄道によってロシア主要部と結ばれることは、イギリスにとっては東アジア地域に保有する利権の侵害、日本にとっては国家の独立そのものが危機に瀕するため、 旅順攻防戦がこの戦争最大の激戦となった。日露戦争開戦時のロシア海軍は来るべき対日戦に備え、旅順とウラジオストクを母港とする太平洋艦隊を増強していたが、戦艦、オスレアビアの移動が間に合わないなど必ずしも十分ではなかった。旅順艦隊の壊滅を受けたロシアは、本国に戻ったオスレアビアなどの艦艇に、 バルト海方面に残っていた旧式艦と建造、調整中のボロジの急戦艦4隻などを加え、艦隊を編成して極東海域へ増加することを決定した。国海艦隊はこの時、1840年のロンドン条約によって、国海から外洋に出ることが禁じられており、出動可能なのは仮想巡洋艦などに限られた。こうしてバルチック艦隊が、 ラトビアのリバウコを発して極東に開港、1905年5月、日本の連合艦隊と津島沖で戦闘した。日本はこの戦いで鮮やかな勝利を収めたが、石炭補給が常に必要となる蒸気船からなる大艦隊を水兵と武器弾薬を満載した戦時編成の状態でヨーロッパから東、アジアまでの遠距離を開港するのは当時としても、 前代未聞の難事であり、事実、ロシア海軍敗北の原因は、この遠距離開港による船足の遅れや兵士の疲弊にも返せられるが、ロシア側としては、途中に自国の不登校を持たなかったことも大きかった。なお、この時期のロシアは、並行して熱心に砕氷船の開発、建造に努めた。1899年、ロシア海軍のステパン・マカルフテトクが、 ロシア発の再氷船、イエルマークを北極海の探検航海に就航させ、その有用性が確認されると、続々に再氷船が配備された。第一次世界大戦、ロシア革命、及びムルマンスクも参照北極圏有数の不登校ムルマンスクコラ半島の北側、バレンツ海出口からコラ湾の約5 0トル南欧に所在するムルマンスクは、 ハンメルフェストに並ぶ最北の不登校でありロシア、北極圏最大の都市である、バレンツ海沿岸地域の古名であるムルマンが名称の由来であり、1916年の設立時にはロマノフ町にちなんでロマノフナムールマンと命名されたが、1917年のロシア革命後にムルマンスクに改められた。ムルマンスクは常実の通り、アレクサンドル三世一世下に、 ビッテラによって要塞化計画が立てられたが、アレクサンドル・没後、ニコライ・二世によって計画が却下された。第一次世界大戦開始後の1915年、コラ半島に鉄道が開通したことに伴い、コラワン岸にムルマンスク港が創設された。ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、トルコなど、西方のバルト海、国海沿岸の諸地域を敵国に封鎖された環境の、 中で、三国協商に基づき英仏党の連合側諸国から軍事物資を円滑に調達する目的で建設された。ムルマンスクはソビエト連邦成立後も北の不登校として重要な役割を担った。ドイツ・オーストリアの敗北とロシアの革命、また戦後のアメリカの発言力の高まりは、東欧地域に フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ユーゴスラビアという新しい独立国を多数生んだ。ここにおいて、かつてのロシア帝国も多数の不登校を失ったのである。ロシア革命は当時の世界に大きな衝撃を与えた。A、米日、フッツの列強はロシア国内の反革命勢力を支援する軍を派遣し、 革命の広がりを妨害しようとした。これが1918年より始まる大祖干渉戦争である。これは同年3月の英フッツ軍のムルマンスク上陸に始まり、4月の日本軍が単独でウラジオストクに陸戦隊を派遣。8月にはチェコスロバキア兵救出の名目でアメリカ合衆国がシベリア出兵を提唱。日米英フッツ。 イタリアカナダ、中華民国がそれに加わり、中でもシュベリアに近い来日本帝国は7万人以上の兵力を投入した。ソ連邦における内戦と大祖干渉戦争は1920年代、初め頃に大ね収束したものの、ロシアでは、その後、食糧危機と経済統制に抵抗する農民反乱が相次いでいる。カリーニングラードも参照カリーニングラードの 港ドイツ騎士団の東方植民によって13世紀に建設され、ポーランド王国に従属した後、プロイセン公国、プロイセン王国、ドイツ帝国のそれぞれ一部であったケニヒスベルクは、バルト海に臨む港湾都市であり、長く東プロイセンの中心都市であった。東プロイセンは、1919年のベルサイユ条約によって、新生ポーランドが成立した後も、 飛び地の状態でドイツ領にとどまった。グダニスクはドイツ本国と東プロイセンを結ぶ回廊であり、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーは飛び地解消を名目にポーランド回廊の領土返還を求めたが、ポーランドのユゼフ・ピュース付き政権はこれを拒否。これがドイツのポーランド侵攻を招いて1939年第二次世界大戦が始まった。ケーニヒスベルクは 1944年8月末のイギリス軍の空襲により大打撃を受け、10月のソ連赤軍による東プロイ戦攻勢で多数の市民の脱出が始まり、1945年4月のケーニヒスベルクの戦いでついに陥落、残されたドイツ軍はソ連軍に対し降伏した。同年7月に開かれた米ソ首脳によるポツダム会談では、 東プロイゼンが南北に分割され、南部はポーランド領にケーニヒスベルクを含む北部はソ連のロシアソビエト連邦社会主義共和国に編入されることが話し合われた。1946年7月、ソ連領となったケーニヒスベルクはカリーニングラードに解消され、今に至っている。ロシア本国との間にバルト三国があり、現在は ロシア連邦の飛び地となっている。一方、日本領であった千島列島に対しては、ポツダム宣言受諾後の1945年8月17日から9月5日までの時期にソ連軍が進軍を開始し、占い、森島の戦いでは、日本側が戦術的には勝利したものの軍名により、降伏、8月28日以降は、いわゆる北方領土も含めて占領された。 翌1946年1月には連合国軍最高司令官総司令部からの命令書によって日本は全島の施政権が停止させられソ連によって自国領として組み入れられたこれが現代に続く日露間の領土問題の始まりであるなおこのうちエトロフ島のタンカン湾は冬季でも流氷が接岸しない天然の領港であり1941年冬の 真珠湾攻撃のため日本の第一航空艦隊がハワイへ向け進発した場所であった。ありがとうございます。